来ていただいていますので、早速お呼びしましょう。須賀選手、そして吉田選手、鈴木選手です。サイン中ですけども申し訳ない。書き終わったら来てください。どうぞ。それでは拍手でお迎えください。まだちょっと鈴木選手が書いておりますけれども、須賀選手、はいはい、僕もそうですけど、ちょっとやりづらいですよね、なんか。そんなことないですか。非常にやりづらいです。やりづらいですよね。なんか2人に持ってかれてる感はすごいありますけど、一つよろしくお願いします。もちろんお願いします。さあ、今日はこちらですね、トリデでのトークショーということですけども、このトリデのトークショーは、まあ何度かいろいろ顔は出して、久しぶりですか。はい、久しぶりです。はい、よろしくお願いします。そして哲也選手、はい、まずはあの松坂、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。まあこういうとこよね、地元でトークショーやる2日前、優勝して帰ってくる、かっこええやないの、それ、ようできた話ですね。お笑いがしますよ、ね、初日が、ね、55万ほどですか、皆さんにちょっとご祝儀をね、出してしまって、あの方にもちょっと、ご祝儀を、でその後はでもしっかりと、ね、レースをね、頑張って、最終的にはまあ優勝して帰ってきていただけたということで、はい、そして最後は鈴木選手、よろしくお願いします。ねえ、もうこちらはもう2人同期ということで、何かと今はね、話に上がることも多いと思いますけれども、さあ須賀選手、この2人と一緒に、はい、まあ、トークショーということですからね、なんか話持ってかれがちですけれどもね。そうですね、はい、普段はどうですか、一緒にこう練習とかはあるんですか。僕はあんまり一緒にはやらせてもらわないんですけど、はい、僕は僕なりにちょっとこそっと頑張って、今茨城チーム若い人多いし、若い人多いですね、地域型強い人が多いので、はい、ちょっと一緒になって頑張ろうかななんてちょっと企んでます。刺激にはなりますよね。そうですね、はい、ありがたいことに、はい、こう普段はあの先輩から見てどういう後輩ですか、2人はそれぞれ。そうですね、物静かな感じなイメージなんですけど、まあ、今後天狗にならないように成長していってくれればいいなと思ってます。ああ、そこはもうやっぱね、関係者家族含めてすごく心配してるところだと思うんですけどもね、はい、まあ、なかなかでは、まあ、割とおとなしい、あんまりやんちゃしない感じの2人。そうですね、はい、いうところですか。はい、このまま順調というかね、育ってくれれば、行ってくれればいいなと、はい、言われてますけど、吉田選手、はい、ね、もうやっぱりこう上がっていくにつれて、いろいろとこう周りのね、やっぱりこう目とか変わってくるところもあると思うんですけども、どうですか、その今こう A 級 S 級と上がってきて、関係者含めファンの方とかこう、そう、まあ、どっか出かけたりするとたまに声かけたり、あら大変ですね、若いですから。女性のね、やっぱりファンも増えてきてくると、まあね、心配する周りのね声もあるかと思うんですけれども、S 級上がると特にこう特選なんか出だすと、こうどうですか、やっぱり戦い方とか周りの自分に対する選手のその注目度みたいなのはやっぱ感じますか。まあ、レースとかだとやっぱり警戒されちゃうんで、こう難しいレースになるので苦しいですね。苦しみながらも、まあでも手応えはどうでしょう、今のところイメージみたいなものは。そうですね、近況はあんまり、まあ、足の状態的には良くないんですけど、うん、その中でも、まあ、この前優勝できたんで、はい、よかったです。そうですね。そして鈴木選手ね、はい、多分女性問題一番心配されてんちゃうかなっていう気がしますけれどもね。全く問題ないです。ないですか、今のところ浮いた話ないですか。ないですね、はい、声をかけられたこともないですね、さっきの選手と違って。あ、声をかけられて頑張ってるみたいなのもあんまりないですか、まだ、ま、街歩いててそういうのはやっぱないですね。あ、まあでもね、やっぱりこうどうしてもこう同期にね、これだけこうライバルがいて、最近よく一緒に練習したり、こう長トラックなんかもがきをすごい2人ともやってるって話は聞いたんですけども、どうですか。ね、いつもやってます、一緒に。はあ、多分これ終わった後も一緒に練習する。あ、これ終わったトークショーの後もね、じゃあ普段あれですか、あんまりその休みの日だからって遊びに行ったらあんましないタイプですか。そうです、まあ、基本外には出ますけど、まあ、疲れることはしないです。疲れることはしないで帰ってくるようにしてる。はい、関係者に聞いたら、全盛期の本当に神山雄一郎選手とかぐらいの追い込み方2人がしてると。
いうことで、それ感心してましたよ。まあ、言われても照れるだけですよね。ね。それだと言い過ぎなんじゃないかな。言い過ぎなんじゃないか。2人的にはまだまだもっと練習が足りないと思ってる。そうですね、はい。大事なところですね。あと間もなく4月になるとルーキーチャンピオン、このね、茨城からは3人で出るということで、で、あのお二人にちょっと質問になっちゃうんですけども、新聞では並びなどは秘密だみたいなことありましたけど、どうでしょう、今日はこの砦のねファンの方々だけになんかちょっとヒントみたいなのをね、皆さん言っちゃダメよ、 Facebook とかでらしいぞみたいな、2ちゃんとかで書かない、なんか言えない、難しい、記者には絶対言うな、あ、記者にも、記者からもう公害するなと、だからなんていうんですか、置いてかれちゃう、あ、なるほど、絶対言うな言うてもどっかで漏れるとね、今日もまあ砦のお客さんだけとは限らないですからね、あ、じゃあ好きな番号とかも言いづらいよね、言いづらいな、もうごめんね、なんか俺がこんだけ言うたらなんか言わなあかんみたいな空気になったから、ごめん、それはしょうがないね、それはもう勝負やから、どっちかが前ですね、お、そこまでは教えてくれました、どっちかが前行って3人でまあ連携という形になるだろうということで、それはじゃあちょっと楽しみにしたいなっていうのと、まあ来年には全日本選抜がね来ますし、やっぱ当然そこはやっぱこう走りたいっていう気持ちがでかいですよね。そうですね、はい、トレーですもんね、まあ、近いところで、まあ、全プロもあったりとかすると思うんですけれども、まあ、時間的にですね、まあ、だんだん少なくなってきて、まあ、改めて菅選手から直近は次はどちらのレースになるでしょうか。4月1日から慶応閣の方で、はい、慶応閣になりますのでね、はい、ぜひ皆さん、まあ、近いですから応援していただきたい、頑張りたいと思います、いうふうに思います、頑張れ。さあ、そして吉田拓也選手、直近は、31日全県で伊東を走ります、はい、こちらの方じゃちょっと意気込みを一言もらってもよろしいでしょうか。優勝目指して頑張ります、はい、よろしくお願いします、頑張れ。そして鈴木選手、自分は4月の7日から松山を走ってます、はい、じゃあ一言意気込みを、最近酒に貢献できないんですけど、松山は酒に貢献できるように頑張ります、頑張れよ。なかなかね、ちょっとこう比べられることも多いと思う、すごいことなんですけどね、まだ1年経ってないですからね、2人ともね、それを S 級でやっぱこれだけ活躍して頑張って走ってるっていうことは本当にちょっと一瞬忘れてしまうぐらい、すごい選手、この茨城育ってきてますからね、どんどんですね、この後も競輪界引っ張っていけるように頑張っていただきたいなというふうに思って、で、今日は1個上の先輩の、ね、吉田君の走るんですよね、茨城坂選手、直の先輩なんでしょ、高校の先輩なんで、ね、よくしてもらったんで、今日のこのあそこ入る前には何か話はあったんですか。いや、会ってないんですけど、はい、多分優勝すると思うので、はい、ぜひぜひ、ね、先輩の岩坂選手もね頑張っていただきたいなというふうに思います。ということで今回ですね、特別に、こちら菅選手、そして吉田選手、鈴木選手と、来ていただきました、3人ともどうもありがとうございました。皆さんともとも応援よろしくお願いします。